安倍政権を必ず倒そう。安倍政権を必ず倒そう。みんなの力で政治を変えよう。みんなの力で政治を変えよう。安倍球場改憲反対。安倍球場改憲反対。改憲発議絶対止めよう。改憲発議絶対止めよう。それではここで共産党の志位課長さんがいらしてくださいました。共産党の衆議院参議院の多くの議員の皆さんお見えですけれども、代表して志位さんお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。共産党の志位課長です。通常国会始まりましたが、いくつか私どもの決意を述べたいと思います。この通常国会、いろいろな課題がありますが、絶対に負けられない戦いが2つあります。1つは憲法の問題です。安倍首相は年頭の会見で憲法のあるべき姿をお示しするんだと言いました。自民党は自民党の案を3月末までに出すと言っております。しかし皆さん、9条に自衛隊を明記する、海外での武力の行使無制限になってしまいます。こんなこと誰が望んでるでしょうか。年明けの発表された日本世論調査会の世論調査では、安倍9条改憲に 53% が反対と答えております。 63% が議論を急ぐべきではないと答えております。急いでいるのは安倍首相一人ではないですか。国民が望んでもいないものを自分で勝手にスケジュールを決めて主権者である国民に押し付ける、こんな憲法の私物化許すわけにはまいりません。憲法の問題では、憲法の明文改憲と一体で大軍拡が進められていることも大変重大です。戦闘機搭載の長距離巡航ミサイル導入の予算をつけようとしています。海自最大の護衛艦出雲を回収して戦闘機搭載の空母にするという計画を持ち上がっています。他国に脅威を与えるような攻撃的な兵器は持てないというのが政府の答弁だったじゃないですか。皆さん、憲法9条を壊すあらゆる企てに断固反対し、9条を生かす平和の日本を作るためにご一緒に力を合わせようではありませんか。もう一つ、皆さん絶対に負けられないのは沖縄の問題です。この間の沖縄での米軍機の相次ぐ事故は異常事態ですね。私、先日宜野湾市の保育園小学校に行ってまいりました。お空から部員が落ちてくる、窓が落ちてくる、尋常じゃありませんよ。皆さん、この米軍機の事故が沖縄全部が起こってる、これ皆さん、危険な基地はどこに移しても危険だ、海兵隊を撤退させるしかない、これを示しているんじゃないでしょうか。昨日投開票された南城市の市長選挙で、オール沖縄の瑞慶覧長林さんが現職候補を大接戦の末破って勝利を勝ち取りました。次は名護でかどうじゃありませんか。稲目進さんの賛成のために私たちも頑張りにしますので、どうか皆さん沖縄に連帯してください。発展させようではございませんか。この国会では働き方改革も大きな争点です。この問題一番の要は一体誰のための改革なのか、ここにあります。安倍首相は働く人の視点立場に立った改革だと言っておりますが、嘘っぱちですよね。やろうとしているのは徹頭徹尾財界のための改革じゃありませんか。残業代ゼロ法案、
裁量労働制の拡大、そして過労死水準の残業を容認する残業合法化法案、どれ一つ取ったって労働者はそんなことを望んでない。すべて財界の財界による財界のための、こんな働かせ方大改革は絶対に許さず、働く人が本当に大切にされるルールを作る労働基準法の抜本改正を求めていこうじゃございませんか。皆さん、原発の問題も今度の野党共闘の大きな課題になってまいりました。小泉純一郎さんと細川護熙さん、このお二人両元総理が党を務められる原発ゼロ自然エネルギー推進連盟が、稼働中の原発はすぐに止める、原発の再稼働は一切認めない、自然エネルギーへの全面的に上がる、この基本法案を提案されました。我たちにもお持ちいただき内容を見ましたら、我たちと一致しますので全面賛成とお答えいたしました。ぜひ皆さん、この線でね、野党がまとまって国民的な合意を作っていこうじゃありませんか。私ね、この一点で小泉さんとも細川さんとも現地連の皆さんとも野党の皆さん、市民の皆さん、力を合わせて共産党も頑張ることをお誓いしたいと思います。皆さん、憲法の問題、沖縄の問題、暮らしの問題、そして盛りかけ追及も徹底的にやってまいります。国民の戦い、あらゆる部分で大きく発展させまして、市民と野党の共闘、さらに発展させまして、安倍政治はもう終わりにして、国民の声が聞ける新しい政治を作る、そういう国会にしていこうじゃありませんか。皆さんとご一緒に頑張りの決意を重ねて申し上げて、私の挨拶をいたします。寒い中お疲れ様です。頑張りましょう。共産党、新川東さんです。ありがとうございました。たくさんの共産党の議員の方、ご紹介できませんけど、ご参加いただいております。ありがとうございます。オスプレイ飛ばすな、どこにもいらない。